はい、どうも、こんにちは、もち TV です。今回もウィニングルームアプリ2019やっていきましょう。ということで、今回はですね、ガチスカにも入る、超優秀、金選手をですね、8名ね、今回紹介していこうかなというふうに思います。ということでですね、今回、おもちゃ TV でですね、優秀な金選手、もう結構ね、トレードとか、ガチャとか回してもゲットしてきてて、で、この選手たちは、どのスカットにも入る。細かいところ言うと、多分3トップで入るとか、2トップで入る、はい、1トップで入るっていうのあるんですけど、それぞれのガチスカ、はい、今、FP が来てて、すごい FP 入れるっていう中でも、金の選手として、うん、この選手、買いが効かない、はい、要は FP でも買いが効かない選手っていうのも中にはいるんで、はい、ちょっと今回紹介する選手の中だと、買いが効く選手もちょっとはいるんですけど、買いが効かない選手、たくさんいるんで、はい、今のうちにね、持ってない人は結構ゲットしておくと、そうですね、今、コンディション安定度がすごい大切な時なんで、その選手ゲットさえしちゃえば、うん、いろんなね、スカットで使うことができるんで、はい、参考にしてみてほしいなというふうに思います。はい、ということでですね、まずもう一人目なんですけど、うん、もう見えてますね、リシャルリソンということで、超鉄板ですね。もうめちゃくちゃ強いっすね。やっぱこの選手は FP 来てなくて、はい、通常でしかいないんですけど、まずやれる範囲、これつけたんですよ、でも。そう。いろいろ。ただ薄いところも入れると前全部できるってところがこの選手のすごいいいところ。まずここがいい。で、やっぱこの能力値ですね。すごいよ。やっぱオフェンスエース、ボールコントロール、ドリブル、ここら辺も高くて、グランダーパスちょっと低いんですけど、決定力も92あるんですね。高いっすね。だからこの選手って前目もできるし、後ろもできるんで、中盤も行きます、CM。中盤でね、決定力92っていうのが結構強かったりとかする。で、ヘディングも意外と強いんですよね。ヘディングも意外とあるし、でね、ディフェンスエースボール出したんですよ。うん、ここもね、65-72ということで、この選手がなんで金なのかちょっとよくあんま分かんないんですよね。これはもう黒玉だろうという。で、しかもキック力、スピード、瞬発もあると。これレベマなんですけど、レベマ64レベマ、ね、ボディコントロールとフィジカルコンタクトもあるんですよね。めちゃくちゃ強い。でリシャルリソンレベルでボディコンタクトとフィジカル一緒なのよ。一緒、89-89。これがね、リシャルリソンがもうなんか何だったらそこら辺の FP より全然強いんですよ。全然っていうほどの強さの理由の一つかなということで、これね、しかも逆足の精度も高くて文句がないんですよね。文句がない。コンディション安定度6と、ダブルタッチとか持ってて、シュート系もね、持ってると。ワンタッチシュート、うん、で、インサイドレシーバーね。そう、インサイドレシーバーっていうのもかなりね、魅力的なところで、でも普通にセンターフォワードで使ったりとかもするんで、もうね、いろんな使い方ができる。このリシャルリソンは絶対ゲットした方がいいし、間違いない、育てた方がいいかなというところでね。キーパーなんですけど、ドンナルンマということで、これね、このドンナルンマ要は2回ぐらいFP として来ていくんですけど、うん、だから黒で来てるんでね、ドンナルンマって、うん、で今やっぱりそのライブアップデートとかあって、でいろいろコスト合わせるのは結構難しかったですよね、その監督のマネージメントの部分で、うん、でやっぱり黒のドンナルンマっておもちゃ TV の方でも持ってるんですけど、ちょっとねコストが重かったりするんですよ。こっちのね、ミランの CS のドンナルンマ41とかあるの、うん、だからやっぱりそのコストがやっぱり低い監督、この場合840だからいいんですけど、500台とかの監督を使いたい時とかはもう間違いなくスタメン、そうですね。だからこのドンナルンマの場合はさっきのリシャルリソンとはちょっとだいぶ違って、うん、お好みという感じにはなってくるんで、もちろんね、その監督、うん、もう高コストの監督しか使わないよっていう方は、はい、無理にね、うん、ドンナルンマとかを育てる必要っていうのはそんなにないんですけど、はい、ただサブキーパーとかも入れときたいなって中で、コストがあんまり高くない監督使ってみたいなって時には、このドンナルンマってめちゃめちゃ重宝するんで、育ててみても全然損はないですし、金のね、はい、かなり優秀な、これ多分金で一番いい時期だとは思うんで、うん、間違いなくね、全然いいのかなというところで、はい、ちょっとね、リシャルリソンと比べると、使用頻度的には落ちる可能性あるんですけど、かなり優秀なことは間違いないですね。はい、ということで、もう一人ですね、はい、ロドリということで、こちらの選手もですね、レベルマックス育成みたいな感じで、動画出しておるんですけれども、こちらの選手はまずアンカーなんですよね。うん、で、アンカーで、190センチと。ということで身長もでかく、そしてボールコントロール、グランドパス、フライパス、うん、ここがものすごい高いのに加えてね、ディフェンスエース、ボールラッシュ、この93、94っていうのは、多分 DMF のアンカーで、本当トップになるような感じの数値になってますね。しかもスピードと瞬発も190あるのに、そんなにね、80台しっかり乗ってると。そう、乗ってるんですよ。いうことで、ここら辺もすごいいいですし、ただちょっと体の強さ的なところは、さすがにそんなにはあるわけじゃないんですけど。
まあ、でもでかいんで何かと足に引っかかったりだとか、まあ、ディフェンスエンスとボール出しがあるんで、はい、結構ボール剥ぎ取ってくれたりとかもするということで、これ、何がいいかっていうとアンカータイプがそんなにいないんですよ。アンカータイプいないですね。やっぱり DMF でも例えばカゼミロとかハードプレスとかフィエラとかもそうですし、はい、アンカータイプ その選手って数が少ない中で、うん、結構 FP でも持ってないっていう人意外と多分多いと思うんですよね。そでその中でやっぱ金で、うん、普通に多分黒のアンカーだとパウリーニョとかなんですよね。あとは、マティッチとか、貼るぐらい、普通に。え、全然貼るよ。てか、なんだったら、ディフェンス面で考えればこっちの方が強いみたいな。多分ね、ディフェンスセンスとボール出しだけで見ると、このマティッチより総合値も上なんだよね、ちなみに。もうパウリーニョとマティッチいるんですけど、うん、上なんですよ。で、この彼らと比べても、ディフェンスセンスとボール出し勝ってるんだよね、うん、もうここで。そう考えると、このロドリーっていうのは、うん、マジで金で、ガチスカに入ってくる、かなり選手なんじゃないかなと。いう感じが、はい、そしてこの選手ですね、もう結構コメント欄とかでも言われてますけど、丸川選手を、うん、まあ、知ってる方も多いと思うんですけども、アセンシオもめちゃくちゃ強いですね。まあやれる範囲ですよね、まず、うん、もうこの前目全部できて、でかつ能力値ですよね。この能力値でスーパーサブとルーレットとか、あとドロップシュート、ライディングシュートとか持ってるんですよ、うん、その FP でスーパーサブ系の選手とかを持ってなかったりだとか、はい、うん、するときとかにかなり重宝するっていう、重宝します。であと FP の選手でも要はあんまりそのいろんなポジションできないみたいな、うん、そんな選手持ってないっていう人はこの丸川選手をスーパーサブで1枚入れとくだけでかなりいいんですけど、まあ、唯一問題があるとしたらコーンアンが5っていうところ、まあ、ここなんですけど、ただスーパーサブがついてるんで、うん、まあ、5だと、まあ、結構その絶好調とかにも、そうですね、あとはスタミナが82なんで、もし前半で使うとしたらあんまないと思うんですけど、まあそうだね、前半で使うとしたら、まあ、後半変えなきゃいけないという感じにはなるかなというところで、うん、能力値はこれ本当金かっていうぐらい、そうマジでねえぐいよなこれ。今回紹介してる選手は本当に強い。黒とか何とんねんっていうね、丸川選手とかも FP 来たら多分やばかったやばかったね、やばかっただろう、うん、まあ、ここら辺はね、はい、まあ、かなり強いスーパーサーブですね、うん、はい。そしてこちらですね、おもちゃ T リーグの、スカットに必ず入ってます、ウィルマル・バリオス、まあ、今回紹介する中だとリシャルリソンと同じぐらいというか、うん、まあ、重要度で言ったら上回るっていうのがバリオス、バリオス、もう無敵ですね。やれる範囲は主に結構おもちゃ TV とかでも他の人は多分そうだと思うんですけど、右サイドバックで結構使ったりとか、ね、まあ、ただ普通に DMF、CMF、OMF までいけるということで、はい、右サイドハーフとかもできるんですけど、前目の数値がね、まあ、こんな感じなんですけど、ね、やっぱ特筆すべきこれですね。やばいよね、ヘディングディフェンスエンスとボール出しは92、95、いやすごいよこれで、スピードと瞬発が88、83と、はい、ボディコン、フィジコンも80、90あるんですよ、すごいよ。ジャンプ87からね、はい、コーンワンが8、スタミナ95すごいねこれね、精度頻度3、いやいい選手だ。欠点がないんですよね、この選手の場合は。ダブルタッチとかついてる、マンボーとインターセプト、これはね本当に持っといた方がいいかなと。めちゃくちゃ強いです、ね、特に、まあ、おもちゃ TV も新しいのに最近買い替えて、そう新しいのに買い替えてるんですよ、一番最初に育てる選手なのかな、ね、みたいな個人的には思いますね、うん、そうだね。はい、そしてアラン、もうアランもおもちゃ TV はマジで入ってるベンチみたいな。ただアランの場合はFP のアランが出ているんで、FP のアラン持ってる人は、まあ、この普通の通常のアランまで育てろとは言わないんですけど、ね、持ってない人は、まあ、多分結構全員ぐらいのレベルで育てた方がいいという感じで、うん、バリオスにすごい似てるよね、そうですね、とか右サイドバックできると言った感じでね、まあ、こんな感じの能力者なんですけど、この選手もすごいのがやっぱりここだよね、うん、ボールダッシュ、そしてまあスピード瞬発があって、ボディコンがあって、フィジカルコンタクトも、うん、で結構やっぱ似てるんですけど、似てるよね、前目の数値とこうスタミナ97のコーン8も一緒ですけどそう普通に上のね能力値的にも結構高いです、まあ、そんなに低いわけではなくて、うん、バリオスがやっぱオフェンスエースがね確か66ぐらいだった感じだと思うんですけど、 そんなに別に低いわけじゃなくて、はい、でこれでなおかつスパサブがあるんですよ。スパサブなので、チェイシング、うん、インターセプト、闘争心で、ボックスボックス、 CMF とかで、うん、スーパーサブとしてこの選手入れると、まあ、本当にこの選手の上がりとか守りとかがものすごい固くいい感じで働くんで、はい、この選手も本当に1枚いるかいないかで変わってくる、はい、大
いぶ違うね。まあ、FP でいたらね、その FP の方を育ててもらって使うっていうのもありだし、まあ、普通に通常、うん、っていうかアランね、FP 持ってないよって方は今ゲットして、本当育てた方が、いや、いいと思います。本当勝ちにこなんか繋がってくる選手みたいな感じで、うん、いるかいないか大違いなんで、はい、キーの中でも最上位ですね。もう試合の、ね、流れをね、うん、とりあえず変えてくる。何度も助けられたアランが、うん、本当試合。はい、そしてもうこの選手も知ってる方多いと思います。ルイス・グスタボと。もうアンカーといえばグスタボでしょみたいな。まあ、あのさっきロドリね、はい、あの言ったんですけど、アンカータイプですかね。まあ、金でね、だからこのルイス・グスタボとロドリ。ロドリ、どっちかかな。これなんですよ。あとまあファビーニョとかもいるけど。うん、いるけど、まあ、ただルイス・グスタボは何かの動画でもやったと思うんですけど、はい、軽いんですよ。軽い。背が大きいんですけど、ね、結構軽くて87、体重がないのかな、あんま。あのさっきまでの選手って、あの例えばバリオスとか、はい、まあ、ちょっとハードプレスなんですけど、はい、アランとかボックスボックスなんですけど、はい、右サイドバックの替えができる選手、はい、結構多いんですけど、はい、左がね、なかなかいないんですよ。いないんだよね。でこのルイス・グスタは左ができる。できるんだ。でかなり強いんで、この選手もやっぱり育てたいっていうところはありますね。そう、パス系も高いですし、うん、ディフェンスボラッシュもね、もちろんあって、スピード瞬発も80-80とかあるし、うん、でもロドリとね、ここら辺のディフェンスだとロドリとか、うん、スピードもね、ロドリの方があるのかなっていう感じなんですけど、はい、フィジカルコンタクトでもルイス・グスタボの方がある、ね、ただフィジカルコンタクトとかボディコントロールはやっぱルイス・グスタボの方があるんで、うん、まあ、後半7です、ね、そう。ただルイス・グスタボはやっぱり偉いのはワンタッチパスなんですよ。そう、ロドリってちょっとスキルがね、物足りないっていう感じはあるんですけど、そうですね、インターセプトとかもしっかりここあるんですよね。あるし、闘争心もあるんでね。そう、ここら辺のアンカーっていうのも大体ね、アンカーで FP のアンカーってほんと来てないんで、来てないですね。ルイス・グスタボがガチスカの DMF になることが多いですね。まあ、大体そうだね。あと一人ですね、ダコナムということで、まあ、この選手も金。このセンスはね、身長ちっちゃいんですけど、はい、まあ、センターバックにしてはね、うん、例えばチャマ君とかが PSO とかで最初の方使ってたのかな、使ってたね、うん、で使ってたんですけど、あのアプリでも、うん、っていうか、なんだったら多分アプリの方が今の時期強いんじゃないかなっていう、はい、この右も左も薄いって気があるんですよね。で、まあ、センターバックとして使うとちょっと怖いんですけど、ね、右左で使うと能力的に見ると恐ろしく強くて、この辺上の能力もまあまあこうありつつ、うん、DSS95 のボーラシ94 これやばない、スピード瞬発もあるんですよ、はい、でこれがサイドバックでいいじゃんみたいな、うん、しかも178なんで、サイドバックだったらまあ別にそんなに ねちっちゃくもないと、うん、いうところ、フィジカルコンタクトもありますし、はい、ジャンプはそんなにないですけど、後腕も6ついてるんで、この選手もまあ普通に使うかなみたいな、使うことは多いよね、うん、感じがしますね、はい、プレイスタイルなしっていうのもね、結構良かったりもするんですよ、そう、PSO だとまあ別にそこら辺はね、うん、あんまりないんですけど、実際アプリだとプレイスタイルない方がいいっていう、いい場合あるのよ、いい場合があるんで、はい、まあここら辺はね、あのダコナム、うん、全然ありなんじゃないかなっていう感じしますね。ディフェンスボラシやばいよね、サイド見たらね、うん、めちゃくちゃボール取ってくる。結局サイドからね、あのすっごい強い選手が来るんで、いや来るからね、止めないといけないのはサイドなんでね、うん、で最後なんですけど、まあ、こちらですよね、まあ金からも黒に上がったと、2020年、まあ、ちょっとこれはね、先取り情報じゃないですけど、はい、ウイニングイレブンの PSO の、うん、2020、はい、が、今年の9月の12日かな、12日、日本で出るんですけど、言われてますね、うん、まあ、そこでね、あの、はい、情報が出てて、まあ、デンベレが、はい、なんと黒昇格したと、したと、いうことで、まあ、こちらの選手もね、まあ、黒昇格したということで、ちょっと最後紹介していこうかなと、はい、ガチスカに入るかどうかって言われると、まあ、ちょっと未知数なところあるんですけど、まあ、レベル64なんで、多分レベル制が導入されるとすれば58とか587ぐらいな、とかなってるんですけど、確かね、レベル30時で総合値が87ぐらいかな、結構上がってるね、うん、っていう感じだったと思うんで、はい、まあ、この選手もね、ちょっと強くなってんじゃないのということで、期待はね、期待はだから要はなんか未来への投資枠じゃないですけど、まあまあそうだね、うん、今っていうよりかはなんか未来に次になんか強くなりそうな感じがするぞっていう感じの選手ですね、うん、はい、まあ、能力値もですね、もちろんすごいんですよ、うん、別に、まあ、文句ないんですけど、ただデンベレの場合は FP もね、あの FP すごい、そう出てるんで、アランとかもそうなんですけど、 FP 出てる選手は、まあ、そのもしその FP を持ってたらもちろんその FP の方が強いんで、そうそうそう、あのそっちを育ててもらえばいいんですけど、はい、まあ、持ってなかったらね、全然全然いいと思います、ね、デンベレ集めたりとかしても、うん、逆足がね4なのがいいですよね、頻度制で後半5が、ここがね来作に向けてどうなるのかっていうのがね、かっこいいよ、
うん、どうなんだろうねっていうのがあるんですけどもちろんこんな感じです、うん、まあ、そういった感じでね、まあ、今回ガチスカにも入る超優秀金選手ということで、うん、まあ、8名ね、まあ、デンベレルート、まあ、9名なんですけど、紹介してきたということで、今回紹介した選手は、まあ、おもちゃ TV の日々の動画の中にもですね結構入れている選手多いんで、そうですね、入れてる選手多いし、うん、まあ、大体ガチスカに入ってくる、そう、まあ、1トップ2トップ3トップで、ね、ガチスカとか変わってくると思うんですけど、はい、まあ、その中に大体は入ってる選手だと思うんで、うん、こういった選手の FP とかが出てきたらまたちょっと違うんですけど、出てきてないんでね結局、はい、だから、まあ、この選手たちを使うんじゃないかな、ね、ということでね、育てて損はないのかなといった感じがしますね、はい、はい、でしょーさらっぽー。